皆さん、こんにちは。鉄工法、アーマーピアサー鉄です。今回はですね、12月10日から公開が始まりました映画、ラストナイトイン奏法 を見てきましたので、えー、これについてね、ちょっとね、思ったことなんかを、えー、感想をね、えー、いつものようにダラダラとお話ししていきたいと思います。えー、当然ね、内容について、えー、触れることになりますので、えー、本当の本当のね、えー、核心部分に関わることは、ちょっとね、あの、避けようかなと思うんですけれども、えー、一応内容についてね、触れることになりますので、えー、ほんのちょっぴーのネタ,ネタバレも、絶対やだって人は、 まあご注意いただいてですね。ええー、まあ、もう見ちゃったよって人とか、あるいは少々のね、ネタバレはまあ気にしないよって人は、まあ気楽に構えて聞いていただければと思います。一応まあ、ネタバレね、ちょっぴりありでってことでね、まあご了承いただければと思います。はい。えー、この映画は、 エドガー・ライト監督作品ってことで、ええー、まあちょっとね、公開前から気になってたんですけれども、ええー、エドガー・ライト監督というと、ホット・ファズとか、あとはスコット・ピルグリムバーサス・邪悪な元彼軍団とかね、まあなかなか楽しい映画を撮ってますし、ええー、それからあの、ベイビードライバー、あれもね、非常に良かったですね。あの、まあイギリス出身らしいね、なんていうかちょっとひねくれた、ええー、ちょっとね、あの、ブラックなね、 あの、ユーモアみたいなのがなかなか楽しいですし、あとはその音楽のね、使い方が非常にセンスが良くて、見ててね、あの、非常にかっこいい、ね、気持ちいい感じだったり、あとはそのサスペンス描写が非常にうまい。 えー、っていうのもね、あの、まあ、あの、この、この監督のね、なかなかいいところで、えー、ホットファーズなんかも、あの、まあ、完全にコメディなんだけれども、コメディなんだけど、中盤、あの、いろんなね、こう、あの、事件の真相が分かってくるあたりのね、その、緊張感、ね、なんか、やばいぞって感じ、えー、とか、あとは、その、ベイビードライバーも、あの、あれですね、あの、と途中のね、 主人公がどん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 追い詰められていくっていうね、描写とか、あの辺の、なんていうか、ヒーヒーするようなね、やばいぞーっていうね、緊張感。あるいは、とっとね、ドキッとするような、ね、一瞬があったりとか。まあ、そういうのがね、非常にうまい監督だなって思ってたんで、えー、今度ね、江戸川ライト監督が、今度は、ホラーを、いや、あの、サイコホラーをね、本格的なのを取るっていうことで、これはね、非常に期待してたわけですよ。やっぱりその、緊張する一瞬みたいなね、 あの、あるいは緊張が持続するヒリヒリする感じみたいなのが非常にうまいなと思ってた。監督が本格的なホラーをね、あの、まあ、一応ゾンビものとか撮ってるんですけど、えー、コメディとかじゃなくて、えー、ちょっと本当に怖い映画を撮るっていうことで、これはね、ぜひ見たいなと思ってたわけで、えー、まあ、公開になったんでね、まあ、早速見てきました。はい。はい。で、この映画ね、どういう映画かっていうと、 えー、主人公は、その、イギリスのね、田舎町に住んでいる女の子なんですね。で、この主人公の、あの、夢はファッションデザイナーになること。で、えー、まあ、それで、えー、服飾系のね、デザイン系の学校に合格したので、田舎の町から、その、大都会の真ん中ね、ロンドンにやってきて一人暮らしを始めるわけですね。 で、最初はね、えー、まあ、学校の女子寮に、え入るはずだったんだけれども、その、女子寮の、ルームメイトが、からさまに田舎者をバカにするなんかいけつかないやつで、マウント取りまくりでね、感じ、非常に感じ悪いと。えー、で、またその女子寮全体も、なんていうかその、まあ、バカ騒ぎみたいなのがね、続くそういうノリみたいなのが、ちょっとついていけないと。えー、いうことで、その女子寮を出てですね、あのー、まあ、下宿生活を始めるわけですね。はい。 で、その下宿先っていうのが、見つけた下宿先っていうのが、えー、まあちょっとね、古いね、あのー、まあ民家で、えー、まあ、おばあさんがね、一人で住んでいる家の、その屋根裏部屋をね、借りることにしたわけですね。で、まあそのおばあさんが言うには、まあちょっと夜ね、男を連れ込んだりしちゃダメよとか、えー、まあその、洗濯をね、夜やっちゃダメよみたいなことを言うんだけれども、まあそのぐらいで済むんだったら全然ね、その、女子寮に住むぐらいだったらこっちの方がいいやと、ね。 で、の部屋自体もね、ちょっと古臭い感じで、えー、むしろ主人公は逆にそこを気に入ってしまうんですね。で、なんでかっていうと、主人公はその1960年代のスタイル、えー、ファッションであるとか、音楽であったりとかね、そういったものが好きで、えー、まあだから逆にね、古臭い感じがとても素敵だと、ねえー。それがね、自分の憧れのライフスタイルに合っているってことで、えー、喜んでね、そこへ住み始めるわけですね。で、 この主人公の女の子は、実は霊感があるというか、まあ幽霊をね、見てしまうという、そういう体質なんですね。えー、実家にね、住んでる頃から、あの、鏡の中にね、死んだはずのお母さんの姿が見えたりとか、まあそういうのが普通にあると、えー、いうことなわけですけれども、えー、まあでも、そんなことはね、気にせずっていうか、その、憧れのね、ファッションデザイナーになるね、夢へ向かってね、第一歩踏み出して、で、しかも自分のね、憧れのロンドン、 で、その、憧れの1960年代風の部屋にね、住むことができるっていうことで、ウキウキ気分でね、あの、ベッドに入って眠りつくわけですね。1960年代のレコードをかけて音楽聴きながらね。はい。そうすると、あの、夢を見るんですね。夢の中で、主人公の女の子は、その、1960年代のロンドンに、えー、いるんですね。はい。そこではね、007サンダーボール作戦が、ね、ダーンと上映されていたりすると。 はい。で、えー、そこで、その、ある一人の女の子の、まあ、姿を見るわけですね。はい。えー、このサンディと名乗るね、こう女の子は、歌手になるのが夢なんだと。で、歌手になるために、ロンドンへやってきたと。ね。えー、いうことなんですけれども、まあ、その女の子が、ちょっとその、歌手への第一歩を踏み出して、 えー、それで素敵なね、イケメンのマネージャーと恋に落ちたりするっていう、そういうね、あのー、まあ、夢を見るわけですね。はい。はい。で、この夢の中でね、描かれる1960年代のロンドンの、その、まあ、情景っていうのが非常に魅力的でね、あのー、とてもね、きらびやかで、その、まあ、今ではね、もう失われてしまった古き良き時代。 えの、ちょっとね、あの、華やかな感じであったり、その、そこにね、あの、生きる人たちのファッション、スタイルであったり、街並みであったり、そういったものがね、もうとってもとっても魅力的で、ほんと素晴らしいわけですね。で、主人公の女の子も当然そのね、自分がその、まあ、ある種の疑似体験をするね、その1960年代、の、その夢の中で見たね、その、あの、歌手志望の少女、 え、のスタイルを、その、昼間はね、学校で、その、スケッチに活かしたりなんかしてね。で、それで、ああ、これは素敵ねって先生に褒められたりもすると。で、その、夢の中の歌手志望のね、サンディの格好を真似したりなんかして、え、ちょっとイケてる感じになったりして、あの、ウキウキ気分になったりするわけですよ。で、あの、またその、イケメンのね、マネージャーと歌手の、その、まあ、ロマンスみたいなのも、ちょっとどうなるのか。 先が楽しみってことで夜になるのが待ち遠しいわけですね。早く眠りについて、あの、またあの続きが見たいと思うわけですね。で、一方でその夢の中で見た風景を現実に後から見たりするんですね。あ、これ夢の中で見たあそこだとかね。あと、あとはその街の中でね、見た人。あの、あれは夢の中で見たあの人じゃないのかと思ったりとかね。その現実とシンクロしてるわけですね。 で、その自分がもともとその霊感みたいな幽霊を見たりとかいうのが、まああるんで、あの夢の中の出来事が単なる夢ではなくて現実にあったことなんじゃないのかって、えー、いうふうに思い始めるわけですね。えー、一方で、その、まあ、その歌手志望のね、サンディの人生、あの夢の中でね、一体化して、えー、その主人公女の子が、あの、体験する、そのサンディの人生、えー、にはだんだんやばい空気がね、立ち込めてくるわけですね。 えー、そのロンドンの双方地区っていう場所は、その昔はね、ちょっと歓楽街だった場所なんですね。今はちょっと違うみたいだけれども、昔は、まあその映画館があったり、飲食店があったりね、まあ風俗であったりとか、えー、まあちょっといかがらしいところのね、まあある、あの、地区だったわけですね。 で、まあ、歌手になりたいっていうことで、まあ、サンディはいろいろね、あれこれやるわけだけれども、その中で、だん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 ね、その、なんていうか、あの、ストリップまがいの、あの、格好で、ダンスやらされたりとか、ね、しまいにはなんか、男の相手させられたりとかね、客を取ってね、えー、そういうことをね、えー、するようになっていくと。えー、で、 あの、まあ、主人公は、そのね、そういう、ま、ひどい状況にね、陥っていく女の子の人生を、自分もその、体験追体験することになるわけで、どん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 病んでいくわけですね。えー、もうこんなひどいの見たくないと思う。えー、そう思うと、だん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 ね、最初は楽しみだった、あの、夜寝るときのね、さ、あの、サンディと一体化する瞬間が、だん,だん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 嫌になっていくわけですね。怖くなってくるわけです。辛くなってくるわけですね。 そして、まあそういったね、あの、夜な夜なそういうね、嫌な体験をする、えーっていうのが、その主人公の女の子の、その、実生活、ね、普段のリアルな生活にも、だんだん悪影響をね、及ぼし始めて、あだんだんノイローズ気味になっていくわけですね,ね。周りの人から、あの子ちょっとおかしいみたいな感じね、言われたりとか、ね、そのデザインの、その課題なんかも、なんかあんまりうまくいかなかったりする。 えー、今まであんなに素敵に見えていた、そのサンディのスタイルが、あの、なんか、とてもね、あの、怪らしいね、汚いものみたいに見えてきて、なんだか嫌になってしまう。ね。最初先生に褒められて嬉しかったけど、こんなの嫌だ、もうやりたくないみたいな気持ちにもなったりするという。ね。えー、そういう感じでどん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 追い詰められていくわけですね。えー、そしてついには、あの、サンディが、その、男にね、無残に殺されてしまうというのを夢の中で、えー、見てしまうわけですね。 ええ、自分にとってある種のね、憧れでもあった女の子がどんどんね、心を病んだ末に殺されてしまうというのを、しかも自分でね、その目の前で見てしまう、うわけですからね、夢の中とはいえね。非常にショッキングな出来事で、えー、主人公はすっかりね、参ってしまうわけですね。えー、で、夢の中の出来事はあくまで夢の中の出来事なんだけれども、あの、これは昔本当にあったことだと信じているわけですからね、主人公はね。で、えー、まあ、 あの、大家さんにね、主人公は聞きに行くわけですね。ね。あの、まあ、サンディの部屋っていうのは今自分が住んでる部屋なわけで、えー、この部屋で昔ね、人が死んだことありますかみたいなこと聞くんだけれども、まあ、それはそういうことはよくあることだよ、みたいな感じで、あんまり取り合ってくれないと。 で <laughs> えー、まあそういうわけで、えー、まあ、警察にもね、行くんだけれども、この子はなんか頭がおかしい子なんじゃないかみたいな感じで扱われて、えー、もうどうしていいかわからないような状態になっていくわけですね。まあそんなわけで、あの、まあ警察に言ってもね、取り合ってもらえないので、えー、まあ事件のね、その真相について、えー、まあ自分自身でね、調べてみようとね、主人公は思い立つわけなんだけれども、っていうね、 え、果たして、えー、事件の真相はどうだったのかね。そして幽霊の見える主人公は一体どうなってしまうのかっていうね。えー、まあ、そういうお話なわけですね。えー、まあ、この映画はその、 まあ、いきなりその主人公がね、まあ、霊が見えますみたいなところから出発してるんでね、ちょっとどうなのって思わなくもないですけれども、まあ、これのおかげで話がね、まあ、早いこと進むっていうのも、まあ、あるし、まあ、まあ、そこをいうところをね、納得できるかどうかっていうのは、人によって差があるとは思いますけれども、 まあそんな感じでいろいろちょっと強引なところもね、ある、まあ映画なわけですけれども、それをまあ割とね、なんとなく納得させてしまうっていうのは、このエドガー・ライト監督のまあ非常にうまいところだと思いますし、またそういうところをね、そのまあ面白く楽しく見せていく、えー、あるいはその、まあ、ショッキングにね、わっと思わせて印象づけるみたいなところはね、本当にね、あのこの監督の非常にうまいところだと思います。 え、ベイビードライバーなんかもね、やっぱりその音楽と、その、それとね、シンクロさせた、あの、アクションシーンの見せ方とか非常にうまかったですし、それから、あの、一転してね、日常になるとほんわかした感じのね、その、まあ、今ウキウキするようなね、感じの日常。 え、に切り替わって、そこから一転してさらにこう、ギョッとさせるような、ドキッとさせるようなね、サスペンスみたいな、そういう、なんていうか、緩急のね、付け方とかみたいなのが、すごくうまい監督だなっていうのが、やっぱり印象はあるんで、えー、今回のね、ラストナイトインソー法も、そういうところのね、なんていうか、上がったり下がったりみたいなね、その、あの、緩急のね、付け方みたいなところ、えー なんか楽しそうにしている日常、それが、その、なんか嫌なことがあったりしてがっくり落ち込んで、それがまた夢の世界でまたね、あの、わっとこうね、きらびやかな、1960年代で、その、楽しく盛り上がって、だけの実は、みたいな、 こう、ぐる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 ね、あの、上がったり下がったり上がったり下がったりするところがね、やっぱりずっと見ていて飽きさせない、えー、とてもね、あの、なんていうか、その、引き込まれる感じのね、えが、になっていて、そういうとこはね、やっぱりこの監督すごい上手いなぁとね、まあ思います。えー、それからその、まあ、さっきも言いましたけど、やっぱり、そのサスペンスの描写、これがやっぱりね、抜群に上手いですね。 その、やばい状況に追い込まれて、えー、どうしよう、どうしよう、みたいな。どうなる、どうなる、みたいなね。その、まあ、主人公自身が、その、追い詰められていくんだけれども、観客の方も見ていてね、一緒になんていうか、ドキドキして、うわ、どうしよう、これみたいな気持ちになっていくっていうね。あの感覚はね、やっぱりね、その、まあ、ベイビードライバーもそうでしたけど、やっぱ、すごい上手いですよね。 えー、後半はそういうね、なんていうか、うわ、やばい、うわ、どうなるんだ、みたいな、どうしよう、みたいな、そういうね、えー、描写の連続で、まあ、その、主人公の行動とかが、ちょっと、えー、どうなのって思うところも <laughs>、なくないんだけれども、なんか、それもね、なんていうか、その、描写力でね、押し切られてるような感じがあってね、その、もう、あの、畳みかけるようにね、その、あの、押し切られるようなね、あの、見てる間は、まあ、あんまり気にならないっていうか、 まあまあ、いっかみたいな気持ちになってしまうようなところがあってね、そういうところもね、やっぱり非常にうまいところだと思います。はい。あと、ちょっと良かったのは、主人公のね、女の子が、ちょっと対人恐怖っていうか、まあ男性嫌悪っていうか、まあそこまで極端ではないんだけれども、ちょっとね、まあそういう毛があるっていう描写があって、そこがね、非常に前振りとしてうまいなと思いました。 えー、例えばその、あのー、最初にね、ロンドンにやってきたとき、タクシーの運転手が、なんていうかちょっとね、そのモデルかと思った、みたいなね、足綺麗だね、みたいなこと言われて、上嫌だなって思っちゃう感じとか、 あとは、その、まあ、階段とかでね、重そうな荷物抱えてて、あ手伝おうか、とかって言われて、いや、いいですとかって逃げ出しちゃうとことかね。えー、まあ、ああいうのね、すごくね、うまいですね。えー、やっぱりね、その、まあ、男性、ね、おっさんとかだと、何この子、ちょっと知識過剰なんじゃないのって思う人もいるかもしれないですけれども、やっぱりその、まあ,あ、女性なんかの場合だと、この子の気持ちすごいわかるって、思う人は結構いるんじゃないかなと思うし、あとはその、まあ、男性でもね、その 地方から都会に出てきたあの経験のある人なんかはそのあの、こういうね、なんていうか周りの人がちょっと信用を受けなくて警戒しちゃう感じ分かるとか思っちゃう人ね、結構いるんじゃないですかね。で まあ、そういうね、主人公がそういう人物だからこそ、その、サンディが、そのね、男相手に、その、変なね、もう、あの、ストリップまがいの仕事をやらされたり、おね、客を取らされたりとかいうのを、その、横で見ていてね、夢の中で横で見ていて、すごく嫌な気持ちになってね、サンディかわいそうって思っちゃったりする、えー、のにもね、非常にその説得力が出てくるわけですよ。なんだよ、このぐらいとか思うような子じゃなくて、うわ、なんてひどいことってね、思うわけですよね。はい。 それがね、あの、まあ、ラストあたりでも結構効いてくる感じになってて、えー、まあ、だけど、あまり過剰にやりすぎるとね、嫌味になっちゃうし、えー、だからこの辺のね、前振りのその、あの、加減みたいなのは、割かしうまいこと言ってるかな、とは思いました。はい。 あとは、あの、まあ、やっぱりね、その、エドガー・ライト監督、昔のね、まあ、音楽とか、それから映画とかが、まあ、非常にお好きってことでね、まあ、いろんなその、映画とかで見たことあるようなね、えー、ま、そういう描写みたいなのがちらほらあって、その辺は映画大好きな人たちは見たら絶対ね、楽しいと思います。 えー、まあ、その1960年代を舞台にしたね、その、まあ、華やかなダンスシーンであったりとかね、あとはその、まあ、あの、昔のイタリアの恐怖映画みたいな感じのショック描写であったりね、えー、まあ、そんな感じで、その、まあ、映画好きな人はすごく見どころあると思うし、で、そういうものを全然知らない人にとっては色々ね、その新鮮な感じの描写、新鮮な感じのシーンみたいなのが次々に、ね、現れて、とっても楽しい映画にもなっているし、えー、同時にね、とても 怖いいい映画にもなっているという、ねえー、まあ、そんな感じで、まあ、いろいろね、細かいことを突っ込み始めたら、いろいろね、まあ、あるとは思うんですけれども、まあ、あんまり気にせずにね、<laughs> あまり気にせずに、あの、気軽に楽しむ分には、すごいめちゃくちゃ面白い映画だと思います。はい。まあ、一応その、年齢制限とかね、まあ、あるんで、まあ、血がね、べーっと出たりとか、そういう、まあ、残虐な描写も、まあ、あるにはあるんですけれども、 まあ、そうは言っても、そこまでね、どぎつい感じのね、エロとかグロとかはそんなにない感じなんで、ええ、まあ、ちっちゃい子供にはね、あまり見せない方が、まあいいかなと思いますけれども、割とね、あの、広い層が楽しめる映画なんじゃないかなと思いました。はい。ええー、まあね、なかなかダラダラと、鳥取もなく話してまいりましたが、ええー、いかがでしたでしょうか。はい。 え、またね、えー、こういったね、映画とか、まあ、あるいは他にもね、ゲームとか、オタクネタ、思いついたらね、また何か、えー、まあ、いろいろ喋ってみようかなと思うんで、よかったらね、また聞いてくれると嬉しいです。はい。ではご視聴ありがとうございました。ではまた